しまっつ。せー、最高でした。共演楽しかったです。とてもいい作品なので皆さんぜひ見てください。全部覆してやるよ。はい、次の選手はですね、真壁刀義選手。お、いきなり真壁。はい。ね、真壁選手は今はもうトップレスラーじゃないですか。はい。でも、最初、入ってきた時にね、もう、今その話ね、もう真壁選手がしてくれるのはなるかもしれないけど、あの時はね、ちょうど藤田和之選手も一緒に入ってるぐらいで、新入長寿さんが、教育係をつけたんですよ。はい。藤田和之には中田雄一。真壁晋也ですね。真壁晋也には大谷晋二郎です。はい、でお前ら教育係だったんですと。こいつは何かあったらお前ら怒るからなって、なぜか理不尽なこと言われたんですよ。で、それから僕、なんかいろいろ、なんか指導したり教えたりしたんですよ。その中で僕、担当真壁の試合見たりして、ね、怒ったりもしましたよ、なんかよ。ね。でも、それ真壁の、そのデビューする前を遡って考えると、僕はね、なんか真壁、なんか高山にダブったんですよね。なんか入った時もね、やっぱり真壁はやっぱり先輩たちは辞めると思ったと思いますよ。うん。教育係になったっても、それにつけたっても、やっぱりライブラーはあの藤田和之ですから。やっぱ先輩のやつもこいつ残らないだろうな、多分思ってたと思うんです。おそらくですね、わかんない、聞いてみないとわかんないけど。その中であいつ必死に頑張って、ほんと頑張ったんですよ。だからほんと僕、高山とダブったんですよね。何言われても頑張ってて、はい、はい、はい。確か、あいつ、僕、記憶間違ったらあれだけど、あいつの後輩とか多分1年か2年空いてんじゃないかな、多分。いや、雑用をずっとやらなきゃいけない期間が。出た気がしますね。多いんですよ。ずっと一人でやってたみたいな。だから、そういうのは多いはずなんですね。でも、その中で、でも、やっとデビューまで、こうやってデビュー戦僕やったんです、相手。で、その日に、終わった後に、真壁、デビュー終わった後、控え室で号泣したんですよ。号泣だよ、泣いてたんですよ。で、実はこの、違う話だけど、僕もデビュー戦の時って、やっぱり感極まっちゃって、泣いちゃって、控え室で、もうこう、なんか、皆さんに挨拶して、長寿さんがさっきちょっと言いましたけど、お疲れさんって言ってくれて、でもお疲れさんがめちゃくちゃ嬉しかったんですよ。長寿さんに逃げない言葉かけられて聞かなかったんですよ。でもお疲れさんって逃げない言葉でしょ、はい、もうそれが嬉しくて、やっとお疲れさんにたどり着いたと思って、ブワーって泣いたら、これも何気ない言葉覚えてるんですよね。ライガーさんが横で、お前感極まってんなって笑ってられたんですよ。その言葉すごい覚えてて。それイメージあったんですよ、僕多分。控え室で、真壁が、いろんな人にありがとうございましたって言って、言ってる時に、自分が、真壁に、なんつうかね、まあ、いや、なんだかんだ言ってあげた後に、最後僕ね、お前、感極まってんなって、なんか思いがあったから言っちゃったんですよ。そしたら、ライガーさんが覚えてたのかどうかわかんないけど、お前が言えるかよって言われたんですね。そんなちょっとした会話を覚えてるって言ってました。でも、その後も本当なんかね、一生懸命でしたよ。真壁晋也。ね、僕が知ってるのは真壁晋也だから。やっぱね、で、一回、もうそれが何年も月が経ちますよね。はい。月が経って、僕、もう、5、6年前に僕、披露宴やらせてもらって来てくれたんですよ。はい。来てくれて。で、でも、その時本当に忙しい時だったんで、テレビとかいっぱい出てて。で、さらに、僕が準備して名古屋やったら、
ホテルロビーに、すごい早い時間にいたんですよ、一人で。そう、どうしても早いねって言うの、ありがとう、ありがとう、忙しいでしょって言ったら、いや、とんでもないです。今日行きたかったんで、って、でも、ちょっと、今日、この後仕事入ってて、途中で抜けちゃうんですけど、って言ったら、はい、とんでもないです。ありがとう、ありがとうって言ったんですよ。それで披露宴終わって、最後、見送る時に、いたんですよ、中で。あれ、仕事大丈夫、行かなきゃいけないんじゃないですか。いや、なんか、最後まで痛くなっちゃって、仕事断っちゃいました。って笑ってる、なんかここあるんですよね、あいつ。いや、もうあいつなんか言えないですけどね。いや、ほんとね、真壁選手はね。でも、彼がトップに立った時なんて、G1 取った時とかって、僕は嬉しかったですもんね。真壁がここまで来たなと思って。やっぱこう、日本人って、高山世代のこう、雑草というか、からこう、這い上がった人って、やっぱり、響くじゃないですか。そうですね。でもね、高山真壁ってのは僕は逆に教えられた気持ちがありますよね。田中正人。田中正人は、まあ、新日本時代は僕ずっと会ってなくて、01行ってからなんですよ。01行って、第1回今鶴やる前に、田中が、そうですね、01に乗り込んできて、シングルマッチ1回やってるんですよね。で、その時に、シングルマッチやった時に僕は、思い知らされたんですよ。こんなすげえやついるんだと思って。やっぱこう、新日本にいて他の見てなかったわけじゃないけど、こんなすごいやついるんだと思って、まあ、言っても僕、なんか、変な意味じゃない一目惚れですよね。すげえな、こいつと思って。で、その後、橋本さんとの一騎打ちを経て、01に入ってくるわけですよね。01、でもそれまだ初期ですからね。というのは01って、もう田中も入ったのも本当初期ですよ。もう、立ち合いから、本当、1年目ぐらいでもうフリー参戦もしたし。だから本当もう20年近く、ずっと01でやってるのも、僕と田中だけなんですよ、選手。あとこう、入れ替わりはあれど、ね。まあ、その、今でも田中は他団体に出たりしても、どこ行っても、みんなが思ってる以上の試合を必ずするんですよ。これってすごいことだと思うんですよ。みんなって想像の中では、田中だったらこういう試合すると思うぞ、すごい試合すると思うぞっていう、その上を必ず行くんですよ。これはなんか変な映画ですけど、この間なんかのインタビューで、なんて言えばいいんだろう、この、自分が目標とする選手というか、目指すべき選手というか、そういう選手って誰ですかって言われた時に、僕はパッと田中が浮かんじゃったんですよ、やっぱり。これはキャリア云々じゃなくて、どこに行っても、みんなが期待以上を残す、田中ってすごいですよ。まあ、同じ団体選手を褒めると変な感じするけど、そういう思いはね、たまにありますよね。だからいつしかもう僕目標になってるなぐらいの感じでやっぱり田中には感じますね。01、まあ、20年在籍されてる中で、何かの YouTube で、なんでそんな01ずっといるのって質問されてて、そしたら一言、大谷さんですって言ったんですよ。田中正樹選手が。なんかすごい、やっぱエンブレムの相方でもありますし。まあね、田中はいろんなところでそう言ってくれるんで、はい。ありがたいですけどね。まあそれは、何をしてそう言ってくれてるのかわかんないけど、でも僕もなんか、01やっぱり20年で、順風満帆な年って、一年もなかったんですよ。その中でやっぱりいろんな問題みんな辞めたりなんだりある。まあそれはね、僕の魅力がないのはあるかもしれない。でも、誰が辞めたり、辞めても誰が入っても、そこに田中マスターは絶対いるっていう、なんかそういうものがね、なんか、勝手に決めたらね、田中に悪いけど、僕の中あるし、同時に僕なんか心どっかで本音の部分で、
もし01っていう看板外したらこいつはもっと羽ばたくんじゃないかっていう、こう足止めて俺がしちゃってんじゃないかっていう気持ちもね、あの少しあるのはあるんですよ僕は実は。うん、でもまあそれでもね、01大谷のところでって言ってくれたら感謝ですけど、うん、なんかあのあるんですよ、例えば1プロレスファンとしていて01人間としてなんか見たら田中って01っていうか忘れたらどこ行ってもすげえ試合してどこ行っても多分迎えられるだろうしどこ行っても結果出すだろうしって思っちゃうんですよね。うん、だから、そういう気持ちも実は若干あります、はあ、うん、僕があいつを足止めしちゃってたらっていう気持ちもあるけど、でもね、大谷って言ってくれるのはありがたいですよね、はあ、うん。